こんにちは。やっと1ヶ月分の8キロをもらいました。もうすぐクリスマスとお正月なので買い物を買いに行きます。でも私はチップスニーです。チップスニーって日本語の表現もありますかな。大抵外に出なくて家でゆっくり休むこと。だから今日は私が初めて日本でご飯食べたり買い物を買ったりします。とりあえず出かけてみます。배불러でもやっぱり一人は寂しいですね。家に帰ります。진통시소도잇몸って日本語で何？